ヘンリー・ティンブル・ワイルドヘンリー・ティンブル・ワイルドは、イギリスの航海士、イギリス海軍予備員。客船タイタニック号の航海士長であり、銅船の沈没事故で命を落とした。リバプール・ウォルトン出身。古い王藩偽装船の見習いからの叩き上げの船乗りであり、二等航海士資格に合格した後、マランハン汽船会社に二等航海士として入社。船長資格を取得後、 ホワイトスターラインに下級士官として入社した。主にリバプールとニューヨーク、あるいはオーストラリア航路で勤務し、1905年にはアラビック号、1905年から1906年にかけてはセルティック号、1906年から1908年にかけてはメディック号、1908年にはシムリック号に勤務した。 その間に特別船長資格を取得し、1902年6月26日には、イギリス海軍予備員の注意となっている。ヘンリー・ティングル・ワイルド1911年5月から、オリンピック号の公開市長を務めた。ホワイトスターライン重役とエドワード・スミス船長から、高く評価されており、1912年4月に、タイタニック号の処女公開直前に、 同線の航海市長に急遽就任している。もともとは、ベラファストから乗船していたウィリアム・マクマスター。マードックがこの階級だったが、ワイルドが航海市長に就任したことでマードックは伊藤航海市に降格されている。彼は妹に宛てた手紙の中で、タイタニックについて、私はやはりこの船を好きになれない。この船からは嫌な感じがすると書いていた。 タイタニックのブリッジの指揮は、スミス船長、ワイルド航海士長、マードック一等航海士、ライトラー二等航海士の4人の上級士官たちが交代制で取った。4月14日午後11時40分に、タイタニックが氷山に衝突した時には到着ではなかったが、異変に気づいて自分でブリッジに駆けつけ、スミス船長に事態が深刻なのか尋ねた。 ジョセフ・グローブスボックスホール4投稿開始から郵便室が膝あたりまで浸水しているとの報告を受けた直後だったスミス船長は間違いない。申告どころじゃないと答えている。その後トマス・アンドリューズの船室でタイタニックが沈没するであろう旨の状況説明を受けたスミス船長は4月15日に入った午前0時5分頃にワイルドに 救命ボートの準備をするよう指示を出した。午前0時20分頃、スミス船長はマードックを、右舷ボート、ライトラーを左舷ボート担当に任じたが、ワイルドには全体的監督を期待されて、特定の持ち場は与えられなかった。しかし騒動の中でワイルドはほとんど主体性を発揮せず、スミス船長の命令を伝達することだけに甘んじているようだったという。 びれを切らしたライトラーなどは命令系統に反してワイルドを無視したという。ワイルドは直前で加わったために船の命令系統の中で浮いた存在だったのではないかとも考えられている。生還した乗客の記憶にもほとんど残っていない人物である。ワイルドが救命ボートの乗船を監督しているところや乗客を誘導している姿を誰も見ていない。 そのためワイルドは騒動の間ずっとブリッジにいたのではないかと考えられている。ワイルドがどのような最後を迎えたのかも不明である。後日生存者の友人デイリーとジョージ・レーンスは、それぞれの手紙の中で上級船員の一人が頭に銃を当て、引き金を引くのを見たと書いており、また生存者の三等乗客カール・ジャンセンは、 ふとブリッジの方を見ると公開市長が拳銃を口に加えて撃った。死体は倒れて海に落ちたと証言しているため、ワイルドは自殺したのではないかとする説もあるが、マードックが自殺したという証言が多かったため、別の生存者が転覆した救命ボート B 号から見たボートの横を10分ほど泳いでいたが、その間に疲れて意識を失い、投資した主観服を着た男の可能性もある。 しかし、結局彼の遺体は発見されなかった。ありがとうございます。